こんにちは、ブルーホースです。ということで、100年目に破産する社長をやってまいりたいと思います。35年目でございますね。ケビン・デュラントと同じ数字でございますね。前回は、1200億の借金を背負った陽気姫と、それからのボンビラスな世界に行って、200億を手に入れたのに、秒で借金をしたというですね、残念な雷神社長を見てね、爆笑するという回でございました。ということで、帯広到着、やめます。サイコロくるくる、ミクルクル、合わせてコロコロ、ミコロコロ、6、なかなかいい数字じゃないですか。さあ、運命の選択だ、3分の1が正解。さあ、何のためらいもなく、赤い部と青生地のど真ん中を突き切っていった。大噴火、アイスエイジーのど真ん中でさ、あなたは果たして凍るのでしょうか、溶けるのでしょうか、一体どっちでしょうか。33分、チャーチャーチャラチャーチャーチャカチャチャ。はい、もう、2人が残念ながら借金を背負うというですね、で、しかも128カード。ああ、またか。で、あ、でもしかもなんかあれだね、128が122になりましたみたいなのが特になかったから、多分これ一生、ボンビラスの世界にいる限りの消化されていかない系女子なのかもしれないね。目的地が、あれどこだったっけ？函館には全然たどり着くことができなさそうだから、じゃあ登別でも行きますか。温泉で有名、仙石パーク。登別なんか戦国時代の何かがあったりするのかな。かさ、その一般的に知られてるさ、例えばディズニーランドとかさ、あとなんだっけ、そのユニバーサルサイドジャパンとかハウステンボスとかさ、柴又ワールドとかさ、富士急ハイランドとか長島スパーランドとかみたいなさ、こう一般的に広くそのテレビ CM とかで知られてるようなあれじゃないけど、地元じゃその結構楽しい、なんか地元ならではのそのアミューズメントパークみたいなのとかも結構あったりとかするよね。あれ、あ、ごめん、普通に見逃してただけだったわ。あったわ普通に。今日当てるな、キングデビル。おー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 、これって1ターン目からもう悪行を働かされるのかな。ってことは30億取り憑かれたし、さらに、あー、なんだ、でも30億と比べたらなんか毎ターン30億減らされると 十数億なんかどうでもよくねって思っちゃうんだけど。じゃあ特急周遊でどんどん近づきましょう。あれ、あー、ギリギリたどり着くことはできないの。ちょっと待ってね。あー、まあ、カードマス行ってくか。カードが近かったら、それでいい。特急カード、いや、別にいらんな。特急カードは別にいらんな。で、こいつがどこまで近づいてくるかでね。テレポート使ったいのにここまで来てるんだったら、特急シール、そんなさ、もうなんか、かわいそうな数字なんだよね。しかも借金をさらに増やして、あ、でもな、6200万程度だったら、もうこいつにとっても痛くも痒くも、ないっていう感じかな。テール。さあ、どうなる？運命の選択。テール。あ、しかもここで1しか進むことができないんだ。さあ、果たして食べられるのか、塞がれるのか。食べられたら勝ち。塞がれたら終わり。さあ、どうなる。たた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 。いや、残念でした。さあ、戻りなさい。残念でございました。バイでございます。チャララララ、チャララララ、チャララララ、チャララララ。ああ、金を奪われるだけ奪われて、ターンが失われる失われて失われて、そして私は函館で五稜郭で美味しいご飯をもぐもぐといただきますでございますよ。ありがとうございます。函館とか行きたいな。もうだって函館に行ったのもうおよそ23年前とか、9歳の時にね、北海道に1週間旅行に行ってね、たどり着いたその日にホタルイカのをなんか釣り上げてるところを見たりとかしたけど、たどり着いたのなんか酔ったかだったんだよね。だからすごいさ、ホタルイカだからさ、なんかテロテロ光ったりとかしたんだよね。小松、大松、大松、函館まとめ買い。オッケー、演歌の親父記念館。あ、これだからあれだっけ、シュワちゃんじゃなくて、シュワちゃんはゴリゴリの方だ。サブちゃんか、サブちゃん。うん。後ろ行ったらいいのにとか、借金を増やすことにあれだ、今正義を掲げてるんだもんな。借金を減らすことに心臓を注ぎよう。じゃあ増やすことか。ね。今更ながら進撃の巨人のアニメを見てるって話が、あ、アイスエイジの方に行った。プレゼントバーグ。さあ、ね、まあいいじゃないですか。128のカードがちょっとずつ減ってってるから。さあ、復讐。あ、復讐じゃねえ、復讐か。しかも今カードがないのか。いやー、どんどんあれだね、減らそう。おー、ブロス、おー、土方武士の来たー。トシちゃん、なんだっけ、トシちゃん、去勢していただきましょう。トシちゃんは、なんだっけ、おー、陽気日、お、ん、ごいわったら、陽気息の5億円奪ってまいりましたぞー。よし、もう1億円奪ってまいりましたぞー。
もうヒーローでもなんかただのあれじゃん、もう悪者だもんね。じゃあ特急カードで近づいていきましょう。カードマス、あ、違う違う、カードマスいけないかな。あ、無理か。あ、さすがに無理だな。もうマイナスしかねえ。じゃあマイナスいくか。たまには減らしてあげましょう。こういうのを減らしておかないと、あの、あれなんでね、キングボンビーがついたときに、お前がこれまで払ったマイナスの額はいくらだ、その10倍を減らしてやるとかって、なんか、俺の場合100倍とかになりそうな気もするけどね。だって今6000万失ったけど、9億手に入ってくからね。ありがとうございます。釧路って、そうか、釧路湿原のあれだね。鶴ちゃんとかもいたりするもんね。鶴ちゃんといえばあれだよね。うん。なんか星の実だけせ、洗濯物にしちゃうみたいな、干された、みたいなさ。人生干されたみたいな、何回も言ってるけど、クソしょうもないコメント言って人生干されたっていうやつがさ、だって YouTube からも存在を認められないようなコメントしか打てないやつってもうしょうもないもんね。あ、いけた、おめでとう。さあ果たしてどうなるか、アイスイージを食らうか、それとも仲間の湯船のおかげで回答することができるのか。おめでとう、現世に戻ってこれました。でもなんかこれもゲームオーバーっぽい演出なんだよね。もう食われてるしんで、ヒュッ、お首がポン。さあどこにたどり着くのか。下田か。あ、なんか前回も下田だったよね。あれ、こいつの方が下田近いんじゃねえか。僕何も知らないのね。そして一緒に連れてこられたキングデビルが相変わらず12個を奪っていくという残酷なお知らせ。じゃあ望み修理ちょっとシュッと近づいていこうか。こっちだね。17マス。カード近づきたいけど、カードマスは特に、あ、でもまあ、無理か。あ、山形手に入れとこうか、じゃあ。デンスケ。デンデン、デンテレデッテテデンガデンデン。山形ってラクランスもなんだ。なんかサクランボとかブドウとかのイメージあるけどね。さ、私は今年何が、あ、出た、赤い髪がいいか、青い髪がいいか、いや、俺は黄色い髪がいいとかさ、紫とかって言ったらな、あのように、おお、なんで銀河鉄道39、宮沢賢治、風にも雨にも負け続けてるお前が果たして一体どういうことができる。あー、ダビングカードとかあるんだな。でも、ここで稼げるお金って、どうなんだろう。1200億の借金を返せるほどのお金が手に入るのかな、果たして。どうなんだろうが。チャーチャーチャラチャチャラチャチャチャーチャーチャラチャチャラチャー。おー、29億いいじゃないですか。スズメの涙すぎてなんかもう涙ぐましいよ。かわいそうとしか思えない。お、ロイヤル EX 手に入ったらよかったのにね。残念でしたね。そして128が消されたら面白いんだけど、どうなる ?2 枚。おー、よく言ったじゃん。123消して、その代償が12億っていうね。じゃあ特急修理で近づいていきましょう。チャー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 、下から行った方が早いのか。タッタッタッタ、ちょっと待ってね。じゃあナス、スカイベリーってなんだ。スカイベリーちょっとわからんね。だんだんお金がここ2年くらい使い切れなくなってきた。もっとあれだね、土地を積極的に買っていかなあかんな。目的地からみんなが遠いというか、秒で近づくことができるから。さあ果たしてどうか。なるほどね、銀河鉄道39はあれだ、宮沢賢治からのプレゼントなのかもしれないけど、まあ1000億も借金背負っててちょっときついよ。こいつもかわいそうだな。ああ、よかったじゃん。だって103とか使いようがないもんね。おお、なだ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 。おお、ナイスですねー、いいですね、大気持ち。なんかもう、みんなが天と地の差すぎて、しかも、おえぐっ。お、ナスの夜市来た。ナスの夜市、なんかもう古典で学ぶよね。弓矢、どの仏教を望みで。うわぁ、テニスクラブが欲しいな。テニスとかやってみようかな。あ、柿は、柿。柿で湧いてできるの。へぇ。まあいいや、じゃあこう。もうこの遊び放題や。何ターン続くんだろう。10ターンとかでも続いたら最高なんだけどな。ナイスですね。ナイスマスになってる。ちょっと待って、カードこの辺にないのか。カードマスが手に入ったら一番嬉しいんだけど。ああ、さすが。すごいな、さすが日本橋。老舗デパートって何だったっけ、高島屋だったかな。ということで、上越王に、俺はニャーブ山沢さんですね、上越王ね。まあ、今、
上越どころじゃないところで王様になれる人だけどね、もうすごいよね、フィットプレイスな。俺も法人とか出てさ、1億くらいポッと出せるんだったらさ、すぐにでも自分のジムとしてフィットプレイスとか、だからサイヤさんなんかさ、すごい羨ましいよね。自分のジムを運営してさ、自分でそこで鍛えられててさ、しかもさ、お金まで稼げるんでしょ？最高じゃないですか。まあなんか、カード使えなくなっちゃった。どうしよう。カードが使えない。ピンチピンチ。お、なんか上杉謙信。おー、いいですね、上越を。川中賞5度の戦い、毘沙門天。虚勢していただきましょう。オッケーです。相変わらずたまたまお知らない。何何何何、ほうほう、おーすげー。なんか物件飛びじゃなくて、なんか物件奪うカードよりもはるかに破壊力が高いよ。あれ ゴールどこだっけ。かな、じゃあね、じゃあこっちの方とかあんまり行けないだろうから。おー、いいね、巨大和倉温泉。やっぱりちょっと年始にですね、やっぱり大きな地震の影響を受けられたということで、非常に痛ましい、災害が起きましたから、ちょっとでも経済の活性化ということで、私ごときがお手伝いできればというところですね。ちゃんと募金もしてるよ、現実世界で。てかあのね東日本大震災の時もそうだったけどさ、やっぱりね、なんだろうな、現地に行くのっていろいろとこう調整しなきゃいけない難しい話とかが出てくるから、もう お金で、力になれるんだったら、お金で力になることがいいと思うんですよね。ってこと、絶好調。お、黒缶出た。黒缶最高マジで。でちょっと待ってね、どうしようかな。モック、あれ17マス。あー、ここまで来たら、あれめっちゃ生かされんじゃん。あ、ここぐる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 回れないのか。なるほどね。あー、じゃあナイスカード。あ、でも絶好調だしな。じゃあ、近江八幡買い占めましょうか。あー、しかもあとちょっとで買い占められた。近江八幡の製薬会社ってなんだ？ごめん、全然あれだね。会社のこと分かってないな。一応法人営業もかれこれ10年くらいやってるんだけど、ね、10年は言い過ぎか。でももう10年くらい経つかな。社会人になって6泊、まあ、10泊11日してる人とかもいるけどね。ありがとう。トピックスです。おー、新薬デビキラー。おー、すげえ。やったー、なんというすごすぎる。やっぱ物件を買う、なんだ、初めて、おお、やばい。メロンができないとかそういうオチなのか。でもメロンってそういう寒い年で出来上がるってことなのかな。夕張でできるってこと。大雪になってしまいなっています。この大雪ですけど、あない喜んどんかい。めちゃめちゃ喜んでますやん。ありがとう。なんか最近暖冬のせいでスキー場が開業できませんって言って苦しんでいるスキー場の人たちがたくさんいる中でさ、これは非常にありがたいですよね。プラスマスずっとなるけど、結局あれか、月の影響はこれ受けちゃうっていうことなんですね。なんだすねってなんだ。ちょっとでもプラスでね、はい、頑張れ頑張れ。さあ、借金をいくら背負うことになるのか。ボンビー、物件もないのよ。あ、いいじゃん。絶好調。おぉ、大久保としみち。かわいそう。この場合ってさ、結局俺がゴールしてもあいつにボンビーがつくことになるんですよね、多分ね。じゃあ、降臨簿あるな。これ今あれだもんね。宝めっちゃ気になるけど、宝トミーは気になるけど、どっか買え、あ、でも物件買うことの方が正義なのかな、これは。そうだね。岐阜。もうそろそろあれだもんな。セット、あー、ちょっと、あ、ジブリ買えんじゃん。よっしゃ、俺が宮崎駿を蹂躙してやろうじゃねえか。後継者は俺がちょっとなるのは荷が重いから誰かに託そうと。オッケー。チャ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 。さあ、あと2ターンで今月も終わりですね。さあ、果たしてどこまで行くの。でもこいつじわ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 する。あ、でも2月になるためにちょっと進んでいくんですね。オッケー。チャ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 。オッケー、マイナスになるの、わざと止まれなかったかって、急行カード使えるし、しかもあれでしょ。おー、よかったじゃん、おめでとう。しかも新幹線一気に近づいてこれるじゃないですか。え、あ、しかもその場で使わせてくれるんだ。あれ、あー、なるほどね。ヘリポーテーションで、とどまるんかい。わざわざ回ったのに、だったら近づいていった方が早かったのにな。呪縛が解かれた。那須の夜市。さあ、どの物件をお望みで。
わあ、一気に確率が。やっぱあれなんか船の上だと、ああ、そうだよね。あの船の上の的を射抜くのはなかなか難しかったんで、しかも馬に乗りながらじゃなかったっけ？ねえ、そんな残酷な天使のテーゼ見て14マス、14マスで、あ、やった。でも、もっとなんか、ちょっと待って、これと、伝えか、特急周遊か、いや、大したカードないなぁ。こっちもそうだなぁ。そうだなぁ。リニア、ちょっと待って、ここもいけんじゃん。いや、なんか似たり寄ったりだな、どこも。似たり寄ったり、雨嵐だなぁ。じゃあ、富山までぶっ飛ぶか。氷見とかどっかはなかったっけ？富山のもうちょっと向こう、ああって、氷見、ああって、なるほどね。地理感がちょっとよく分かってなかったけど。うん。オッケーオッケーオッケー。いい感じであれだね。あの、手持ちの現金を使い果たしていけてるね。さあ、3月、どこまで行くことができる。とか、だいぶ鈍速で進んでってるけど。あ、でもここでもカードって一応使えるんだ。ね。ま、なんかあの、カードの選択肢がキラッと光ってたからね。よかったじゃん。借金が1200億から減ってよかったじゃん。涙ぐましい努力のおかげじゃないですか。本当にもう頑張った頑張った。本当に頑張った頑張った。折り返しでーす。戻ります。4歩進んで6歩下がるーっと。さあラスト。絶好調。あ、よし。しかもあれ水の中にあれなんだ。あ、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。6分の5温泉旅館が欲しいです。おーい、おいおいおい。ほんとマジ腕磨けよ。腕磨いてやり直しかよ、この野郎。なんか後半から全然役に立ってねえぞ、おめえ。大丈夫か、それで。じゃあ、鶴が買っちゃいましょう。いいですね、カニとフグ食べて、テトロドトキシンでなくなりましょう。テトロドトキシンだったっけ、テトロドキシンだっけ、あれ、テトロ、なんかあったはず。あと14か。よし、これで買い占めていきましょう。ということで、なんか最近あれだね、あの雑談、今回のあれだね、雑談をせずに普通の実況プレイをやってたってところですね。はい、ということで3月迎えてまいりました。チャラチャ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 ラチャチャ、収益額はこちらでございます。まあ、プラスになってるだけ、まだあなたたちにとってはマシなんじゃないですか。いやー、えぐいな、でも4匹、これでもちょっとプラスになったんだよね。とか、ついに5500億を突破しましたよ。前回4000何百億だったけどね。あ、ちょっと上がってる。おめでとう、よかったじゃん、4匹さん。ねえ。はい、ということで、35年目、ケビン・デュラント無事終了することができました。ということでですね、はい、35年目終わりました。36、うわぁ、パッと浮かばんな、いいなぁ。ラシード・ウォレスとか、その番号の時なかったっけ？うん、ラシード・ウォレス確か36だった時もあった気がする。はい、ということで今回は以上でございます。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。ではまた、バイバイ。